続いてこちらの映像をご覧ください。さあ来るぞ。ドキドキしてくる。スリップじゃね、スリップじゃね、スリップじゃね、待ってスリップじゃね、スリップだろ。ついに寝るぞ。スリップだ。目覚めんなお前、何してんだ。そのまま終わりましたって、このプロジェクトは終わりましたって。はい、このプロジェクトはこのまま眠りにつきましたって。ついにこの時が来てしまったのか。やめてくれ、起きないでくれ。まだ早い、まだ早いだろ、まだ早いだろ。起きるな、起こすな。なんで起こしてる。夢だったって。落ちだ。スリープなかったって。そんななかったねって、母っつって。Good morning. No, not a good morning. あー、ダメだダメだ、映すなそれ。やめろやめろ、起きんな。まだだ、スマホ投げろ。 Good morning じゃない。 No, no, no. 寝てるな。まだまだだぞ。おお起きた、起きしまった、やっちまった、やられた俺の年末の10万再生が。くっそ、今年の夏に俺の年末の10万から36万再生が。ポケモンスリープのコンセプトは朝起きることが楽しみになるゲームです。やらかしたな。どのような遊びができるのか、歯光らせらんなくなるで。これポケモンスリープの世界へようこそ。そのロゴザマセンターにしたれ。冒険の舞台はこの世界のどこかにある小さな島。そこにいるのは大きな大きなカビゴンとポケモンの睡眠を研究しているネロリ博士です。博士増えてるぞ。この世界の遊び方は簡単。そうだよ、遊び方簡単。毎年スリープを思い出すことだろ。スマートフォンを枕元に置いて寝ると、自分の睡眠状態を計測、記録、分析することができます。呼びかけ、分析、あなたの睡眠が再生数だったんだけどな。うとうと寝顔を研究しましょう。おお、年末にしよう。まあもういいや、もう呼びかけるわ。楽しく睡眠リズムを。出てても出てないことにするわ。ポケモン GO で使える新しいプラス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 。ポケモンスリープでの操作は非常にシンプルです。プラスプラスとな。眠りにつくときにボタンを押してピカピカチュ。朝起きた時もまたボタンを押すだけ。切れてるわ。ピカピカチュ。それでバッチリ睡眠データの計測が完了。おお、買うわ。ポケモン GO プラス。俺買うわこれ。初日実況を撮るわ。ポケモンスリープ実況。